アデリーペンギンの雛を抱いたジェームズ・マレー。ジェームズ・マレー博士は、グラスゴー生まれの生物学者、探検家。マレーは、グロサーリーを営んでいた父、ウィリアム・マレーとその妻、ジャネット・マレーの息子として、グラスゴーのシャーロット・ストリート50番地に生まれた。グラスゴー大学で動物学を学び、合わせて、グラスゴー美術学校で美術の授業も受講した。1902年、彼は、 海洋学者、サージョン・マレーの助手役として、スコットランドの淡水湖の水深測量調査に参加した。ジェームズ・マレーは、この時生物学調査と水深測量調査の両方を実施した。特に、カンフ動物やリンケイ動物の昼型は虫砂の採集に貢献し、リンケイ動物113種、カンフ動物66種についての記載を行った。1907年7月、彼は、 エディンバラ王立教会のフェローに選ばれた。推薦者は、サージョン・マレー、ジョージ・クリスタル、ジェームズ・バージェス、トマス・ニコル・ジョンストンであった。1909年から1911年にかけて、マレーは、教会のニール賞を与えられた。1907年、41歳の時、マレーは、アーネスト・シャクルトンが率いたニムロド遠征に、ベースキャンプ担当として加わった。 1913年にはこの遠征についてまとめた書籍アンタークティック・デイズを同僚のジョイ・マーストンと強調した。1911年46歳の時、マレーは探検家、パーシー・ホーセット、ヘンリー・コスティン、ヘンリー・マンレーと共にペルーとボリビアの国境地帯のジャングルを探検と地図作成を目指した。しかし、マレーは 熱帯の厳しさに適応することができず、ことの成り行きはかんばしくなかった。結局、フォーセットはマレーを遠征隊から外すことになったが、それほど彼の状態は悪かった。しばらくの間マレーは身を隠し、田んぼパタのとある家で体調の回復を待った。1912年に彼はラパスに達したが、そこで自分が死んだものと思われていたことを知った。 フォーセットの下でのひどい扱いに怒っていたマレーは、訴えを起こそうとしたが、王立地理学会の友人たちが、そのようなことをしないよう説得した。1913年6月、マレーは、カナダの南極科学遠征隊に加わり、カーラックの不運な最後の航海に、海洋学者として乗船した。1913年8月、船は南極海で氷に閉ざされた。マレーは、 船長に対して反乱を起こし他の三人と共に船を離れて氷上を出発した。彼ら四人のその後については何もわかっていない。マレーはおそらくは1914年2月に南極で死んだものと考えられている。マレーは1892年にメアリー・ライオールと結婚した。ありがとうございます。